学校の休校が続く中国上海の小中高校で2日から授業のテレビ放送が始まりました。すべての学校が未だ休校中ですが、上海では今日からネットによる授業の配信を始めています。授業は地元のテレビで放送され、パソコンやスマートフォンなどの端末でも受けることができます。通常の学校と同様、朝から夕方までの時間割が組まれ、学年ごとに異なる授業を受講します。授業の合間にはラジオ体操や目元をほぐす時間も設けられています。上海の学校の再開は4月以降になる見込みです。